それでは今回は気体の性質についてクラレス先生に面白い授業をしてもらいましょう。はい、気体の性質というので、いろいろな実験は、学校とかでもねできる実験はいろいろあるかと思うんですけれど、理科の教科書に載っているのに、多分学校ではほとんどやらないというかやれない実験が一つできないありまして、それが塩素の実験ですね。で塩素というのは、この教科書では、このサラシコですね、このサラシコと塩酸、塩酸を、反応させて塩素を作るっていうのを、習うと思うんですけれど、その塩素の、性質っていうことで、その塩素はその色素を脱色することができるっていうですね、性質がありますよね。でその性質が、一体どういうふうなものなのかっていうのを、実際に、ちょっと見てみたいなと、思います、ちなみにこれ学校ではなぜできないんでしょうか。塩素が、猛毒だからですね。塩素っていうのは、その非常に毒性の高いガスなので、ちゃんとした処理ができる、ドラフト以外でやると、大事故につながりますので、絶対に真似しないでください。というわけで、今ドラフトの前で、このセッティングは終わりましたので、これからその塩素を使った実験してみたいと思います。はい、お願いします。はい、サラシコに、塩酸を加えるので、量を間違えるとね危ないので、慎重にいきたいと思います。結構そっか、発生しすぎると危ないですね。そうですね。あ、すごい、いきなり黄色い。そうですね、ここで今発生しているのがこの黄色っぽいガスが塩素ですね。黄緑色って言われてますけれど、実際ほぼ黄色ですね。確かに、で空気より重いので下方置換なんですかね。重いので下方置換になります。でもこのままもうずっと押し出していくとこにだんだん黄色いガスが溜まっていきます。わお、黄色い。猛毒なんですよね。猛毒ですね。でもサラシコってプールの塩素消毒用で売られてたりしますよ ね。サラシコの中にいわゆる次亜塩素酸、いわゆる次亜塩素酸カリシウムみたいなものなので、その次亜塩素酸と反応して、塩素が、すごい、ガスなのに黄色い。でこちらはその塩素は特徴としていわゆる色素の分解が挙げられるので、実際にちょっとやってみたいと思います。ここに、食紅がありまして、その食紅に、この色をつけます、でこの色のついたものを、実際にこの塩素の中に入れると、分解されましたね。赤がなくなって赤がなくなって、ちょっと黄色っぽくなりました、っていうこの中に、花を入れるとどうなるでしょうか。花、はい、先生どうなると思います。これ、この流れでいくと色が抜けるのかなっていう気はしますけどね。この流れでいくと爆発するのかなそれは元気さんが爆発好きなだけかもしれないです元気先生が爆発してほしいだけ爆発して塩素来たら怖いですけどやばいですね。じゃあ塩素が今取れましたので、ちょっと実験してみたいと思います。よいしょ。じゃあこれを実際に中に入れます。お、入りました。なんか薄く塩素を吸収している感じが。そうですね、ちょっとこれはね時間がかかるので。でこれ塩素が、この色を脱色している、直接脱色しているわけではなくて、さっき乾燥した状態でもなんかあまり色があれなんですけれど、その塩素っていうのは一旦水に溶けて、でその水と反応をして、その水とその次亜塩素酸を作って、それが、脱色作用を及ぼしている。実際に塩素自体が直接分子を壊しちゃって色を出なくしてしまうこともあるんですけれど、基本的にはその水の介在がすごく重要なんですよね。塩素を水に溶かすだけで次亜塩素酸になるんですか。それは次亜塩素酸に近いですね。次亜塩素酸が出来上がってますね。それがほんの微量で出来上がる。ようやく今変化し始めましたね。植物が今全体的に色が変わってるのがちょっと分かると思う。だからまだらになってますか。まだらになってきましたね。なんか緑のとこも抜け
っていってます？そうですね、緑の部分も色抜けてますね。うわ、すさまじい量の今塩素を吸収してますね。うわ、毒の花ですね。毒の花です。これは学校の教科書とかにも結構載ってるんですけれど、あ、ですね、載ってるんですけど実際にこれを見たことがある人って、ね、ほとんどいないと思います。確かに YouTube で載ってるとこありますかね。 YouTube でもやってるのはそうそうないかもしれないですね。こう面白、あ、抜けてきましたね、はい、これは面白、これは、まあ、完全に抜けるには相当時間がかかるので、はい、まあ、まあ今もうまだらみたいな感じになってますけれど、これ鼻の中にある水、水分がその解体になっているってこともあるんですか？そうですね、まずその塩素がこの花びらからまあ吸収されて、はい、その花びらの中に含まれて水と反応して、まあ、次元素酸ができて、それがその、花 この赤色を作っている色素、ただしはこの緑色のクロロフィルだったりとかを攻撃して壊しちゃう、はい、それによってまあその分子の構造が変わってしまうので、まあ、色が抜けたり色が変わったりとかしてしまうっていう。花びらもそうですけど、その付け根というかのところがもうほぼ白くなりましたね。およそ数分ですね、はい、およそ数分間、塩素に、この赤いカーネーションを、うん、赤いカーネーションを、まあ、今さらしたんですけれど、はい、こちらが、どうなっているかちょっと見てみたいと思います。はい、うわ、全然違う。もともとそういう色だったんだろうなって感じがしますね。それぐらいもう全然違いますよね。もともと同じでしたもん ね、 ね、触った感じはまあまあ普通にそのままですね。塩素なのに触って大丈夫ですね。あ、まあまあ触っては大丈夫です。ただまあちょっとまだ塩素が染み込んでるかもしれないので。ああ、本当だ、はい、そんな変化ないですね、うん、もう 白いカーネーションみたいになってしまいました、はい、という感じで、まあ、ハロゲンの実験があるんですが、はい、うんうん、まあ、せっかくなので、はい、まあ、ちょっと今これ教科書に載ってる実験今したんですけれど、はい、ちょっとまあ載ってない実験もねちょっと見せたいなと思いまして、はい、ちょっと僕は選手交代させていただきます。お、あ、そうなんですか。なんと、はい、というわけでは、まあ、ここでねちょっと実験主をですね交代したいと思います。お、あの自分のね、科学がすべてを解決するチャンネルでも一緒にやっております、はい、レイユル先生、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次はじゃあどんな実験を見せてくれるんですか？今日はあの塩素の発生装置があるということで、うん、はい、ちょっと塩素を使った発光反応を一つやってみたいと思います。塩素が発光するんですか？はい、塩素が発光します。まあ、ここに、はい、塩基性にした過酸化水素がありまして、でここに塩素ガスを流すと、まあ、発光するという現象が起こります、まあ、ちょっとそれを今日は実際にやってみたいと思います、はい、はい、お願いします。では塩素の発生装置から伸びている管が今この溶液の中に入っている状態です、はいはい、これでここの塩素発生器から塩素を送り込むと、はい、まあ、この溶液の中にこう塩素がブクブクと入ってきます、はい、どっちが発光するんですか？過酸化水素ですか？あ、こっちが発光します。謎です。謎この発光原理は、今のところ予想はされているんですけど、はい、もうこれだっていうものはまだないというか、まだ解明されていない反応です。あ、じゃあ現象だけは分かっているけれど、その、はい、原理はまだ完全に把握されていない、はい、把握されていない。ちょっと実際にやってみます、はいはい、おお、光ってる光ってる、ちょっと赤っぽく、え、あ、ガスの周りが反応して赤っぽく光ってます、光ってます、見えると思います。これめちゃくちゃ珍しい反応ですね。うわ、すごい。そうですね、こんな感じで、塩素が当たっているところだけ赤く反応、発光していると。これは本当に多分映像になるのはこれが日本初、下手すると世界初になるんじゃないかなと思うんですけど、はい、まあこんな感じで発光が起こります、はい、すごい、はい、いやー、すごいものを見せられるありがとうございます。ありがとうございます。